どうも、サトチュンチャンネルでございます。今回の動画はこちらでございます。ババン。これね。はい。スマートウォッチについての話題でございます。スマートウォッチって何だろうっていう方ね、中にはいらっしゃるかもしれません。まあ、このチャンネルをね、見てる方、割とね、すでにスマートウォッチ持って使ってる方、いらっしゃる方が多いと思うんですが、意外とですね、まあ、うちのチャンネルでもね、スマートウォッチの話題っていうのは何回もしてるんで、名前ぐらいは聞いたことあるけど、これまでですね、一度も買ったことがなくって、このスマートウォッチが何なのか知らないという方がね、意外にいらっしゃるというところで、このスマートウォッチの基本的な何ができるのかというところね、で、普通の時計とどのように違うのか、まあ、メリットとデメリットをですね、今から動画で説明していきたいと思います。はい。まずスマートウォッチは何ぞやと言いますと、はい、時計ですね。はい。時計の機能が備わってます。はい。まあ、よくある、まあ、デジタル時計に近いのかな。例えば、まあ、タイマーであったりね、ストップウォッチだったり、まあ、あとカレンダーがついてたりとかね。こういう機能は、まあ、備わっております。はい。これは当たり前か。はい。でですね、文字盤がね、通常は真っ黒欠起なんだけど、まあ、どうすれば見えるかって言ったら、こう、腕をね、ひょいと上げると、こうやって表示されるようになります。ほんで、プッと消えると。もしくは、まあ、ここタップすることで、はい、つくというね。まあ、こんな感じの使い方ができるわけなんですけれども、まあ、普通の時計とね、大きく違うのは何かと言いますと、はい、こちらです。スマートフォンとね、スマートウォッチを連動して使うというのが基本なんですね。まずね、時計合わせなんかも、まずスマホのアプリとね、このアプリ、まあ、各社いろいろまあ、まあ、僕の場合はMi Band 5っていうスマートウォッチを使ってるんで、Mi Fit っていうアプリを使ってですね、このスマホと Bluetooth と接続して、まあ、いろんな設定をやったりとか、機能を使ったりとか、あとデータをこちらでね、見たりとかっていうことができます。はい。なので、最初の時計合わせなんかも、このスマホと連動して、はい。やりますので、時計合わせをする必要がないというふうになってるんですね。まあ、この辺が、普通の時にはないメリットではないかなと思いますね。で、まあ、これを使うことでですね、このスマートウォッチ自体にはいろんなセンサーがついております。はい。まあ、例えばですね、歩数計ですね。歩数計。ね、何歩歩いたかなっていうのもこれ見れます。で、このね、アプリの方に自分の身長とか体重とかね、入れることで、まあ、それでを計算して、どれだけカロリーを消費したかというのもね、もう一目瞭然で分かるようになっております。心拍数も分かります。この裏にね、センサーがついてて、まあ、その人の心拍数を計測するんですが、あ、今、心拍数がどれだけあるのかって、リアルタイムで見ることもできますし、これ24時間監視します。ここで蓄積したデータをスマートフォンに転送して、24時間、ね、今日1日、どういうこの心拍数の変化があったのかというところがね、分かるわけですよ。あ、最高心拍数がね、午後3時にあったけど、あ、そういえばこの時ね、電車が間に合わなくてダッシュしてたなとかね。ほんで、こう夜寝静まってる時なんかは、あ、心拍数ってここまで下がるんだとかっていうのも、これでね、一目でわかるようになってます。まあ、あとね、機種によっては血圧計なんかがついてるのもありまして、僕ね、一回ね、病院行った時にね、血圧計があったからさ、スマートウォッチと差がどれぐらいあるかなと思ったら、ほとんどね、誤差なく、測定してくれました。これね、なかなか意外に優秀だなと思って。スマートウォッチ側はですね、医療機器ではないのでね、まあ、正確なデータはその、こちらで見てくださいって言うけど、意外と、正確です。はい。あとはですね、天気もわかりますね。まあ、このスマートフォンからね、来たデータこっちに転送して、天気予報もこのスマートウォッチでもすぐ、見ることができます。最高気温、最低気温も分かる。この先の1週間の天気予報も分かると。ね。まあ、これは機種によってちょっと違うんだけどね。あとはカメラ操作ができます。どっか旅行先でね、はい、チーズっていう時もスマホ側でセルフシャッターのこれ、ポシッと押すことができますね。あとね、便利なのがね、これですね。これ。ちょっと、例えばね、あ、スマホ。俺のスマホ、どこにあったかな？どこにあったっけ？ってなった時に、スマホ探しという機能があります。これちょっとやってみますか。このファインドデバイスというところの項目なんだけど、はい、これを、はい、やると、ほら、こうやってね、大音量。大音量のチャイムでね、ここにスマホがあるよって、教えてくれる機能もついてますね。
まあ、そんな感じでですね、まあ、このスマートウォッチってのはね、いろんな機能があるんですけども、まあ、普通の時計とね、違ってね、まあ、どのあたりがメリットかなっていうところはですね、まず一つはね、文字盤がね、自由に変えられるんですよ。なぜこれただのデジタル画面なんで、まあ、普通に大体ね、デフォルトでもね、3つ4つデザインが入ってますし、スマートウォッチによってはですね、この文字盤のデザインがね、自由に選べる。ね。例えばほら、家族とかペットの写真をこの中に入れるとかね、そんなこともね、できるようになっております。はい。あとはね、価格が安いんですよ、意外に。もうスマートウォッチなんかそういうハイテク機器みたいに見えるけど、めちゃめちゃ安いですね。この僕が買ったやつ、ミーバンド5って多分5000円しなかったんじゃないかな。うん、安いやつだったら3000円切るような、ほんと激安スマートウォッチも、あるぐらいなのでね、価格が非常に安い。Apple Watch でもどうですか ?10 万円しないでしょ ?4 万円とか。だから普通の、ま、時計と比べると、かなりですね、価格が安いというところですね。で、まあ、何よりですね、もうスマートウォッチということで、まあ、多機能というところ、まあ、これだけの機能って普通の時計はまあ絶対できないですからね。まあ、僕がやっぱりいいなと思ったのはね、睡眠時間のね、計測ができるっていうところ、これがね、まあ、便利かなと思います。まあ、夜寝る前にね、まあ、時計を確認して、あ、今、10時だね、つって、朝起きたら、あら、6時だね。じゃあ、私は8時間寝たねって、こう、まあ、覚えてればいいけどね。もう酒飲んだくれてさ、ベロンベロンに酔っ払ってさ、何時に布団に着いたかわかんねえって時に、こうやって、はっと起きてさ、あれ俺、昨日何時に寝たんだろうって時も、全部、スマートウォッチがね、計測してくれるんですよ。なんかこう、しかもね、睡眠の質がどういう風になってるのかっていうのもね、わかるんです。例えばちょっとなんか出しますか?こんな感じでですね、深い睡眠が何時間、浅い睡眠が何時間、で、何時にちょっと一回途中でこう目覚めたよっていうね、それもちゃんと、出ます。それがいついつ、何分ね、途中で起きたか、二度寝してもちゃんとね、測定してくれる。さらにね、仮眠、ね、お昼寝時間も測定することが可能となってます。はい。この辺ちょっとね、普通の時計には絶対できない、便利なとこかなと思いましたね。はい。さあ、一方ね、悪い点。こちらもね、結構多々あります。一つ。充電がめんどくさい。これ結構めんどくさいんですよ。まあ、これね、必ずですね、スマートウォッチを買えば専用のケーブルがついてきます。まあ、こうやってね、まあ、USB 充電器で、こうやって、まあ、スマートウォッチ充電しなきゃいけないんですけど、これがですね、だいたい、Apple Watch とかね、1日とか2日ぐらいしか持たないんだって。で、こいつは結構長持ちな方で、20日間ぐらい。うん。1ヶ月は持たないけど、20日間ぐらい持ちますけども。でもね、20日に1回は充電しなきゃいけない。これがね、めんどくさい。めんどくさいと思います。またこのミーバンドはね、電池持ちが長いんでね。まあ、充電回数が少ないから、まだマシだけど。普通はね、そんな持たないからね。だって持って1週間ぐらいじゃないですか。うん。あとはですね、そうだな。まあ、ちょっとしか点灯しないっていうのは結構不便だね。だいたいどこのメーカーもほら、これピッてやっても。あれ?ちょっと待って。まあ、とにかくね、ちょっとしか点灯しないんですよ。すぐ消えちゃう。ここ、そう、って見ようと思ったらね、もうね、消灯しちゃうっていうのがあるんで。この辺がね、うん。あと、ま、多機能がゆえ、結局使わない機能がたくさんってあるね。はい。これ、すげえ機能あるんだけど、使ってる機能は何ですか?時間を見るのと、睡眠時間測定する。あとは、ま、たまに歩数計。あと、ま、カレンダー。今日何日かなっていうのがちょっとわかんない。まあ、よくこれあるけどね。うん。それぐらいしか使わないんですよ。あと、もう、他の機能、あまり使わないっていうね。あとは完成度が低いっていうのがあります。先ほど僕ね、携帯探しの機能を説明したけど、これね、今みたいにこの同期した直後は動くんですよ。でもね、時間がね、しばらく経って、その同期しないと、もうこの機能使えないんですよ。だからこういうね、すべての機能が使えないことがよくあるっていうのにね、なんかこういうのがね、ストレスになる。この後が、あたりが、ちょっと、うん、残念なところかな。このあたりはメーカーによってもね、細かく性能が違うところがありまして、やっぱりね、安物はそういうミスが多いね。やっぱね。で、高いやつは結構、そこら辺の精度がやっぱしっかり、高いなりにね、しっかりしてますね。まあ、総評としましては、まあ、スマートウォッチと普通の時計ね、まあ、それぞれですね、メリット、デメリットがあります。うん。で、ただですね、スマートウォッチね、先ほども申し上げた通り、そんなに高いものじゃないので、まあ、これまでね、スマートウォッチ買ってないけど、ちょっとくらい買ってみるかっていうんであれば、ちょっとまあ、
中国製のね、安いスマートウォッチちょっと試しに買ってみてね。4、5千円か、それぐらいのものでね、買ってみて、あ、うん、こんなもんだねっていうのをちょっと分かってみて、その時にですね、あ、これはちょっと私に気に入ったわとかね、言えばまたなんかちょっといいやつ買えばいいし、別にいらないわって言うんだったら、もうそれで、おもちゃとしてね、まあ、おもちゃと思ってね、遊んでもらえばいいかなと思います。はい。そんな感じですかね。うん。まあ、今回の動画ではね、まあ、このスマートウォッチって何っていうところね、まあ、本当初心者向けにちょっとまあ動画を作ってみましたけども、僕がですね、ちょっとスマートウォッチにあったらいいなっていう機能、ね、これね、まあ、ほとんどのメーカーやってないんですけども、それが何かというとですね、このスマートウォッチに Wi-Fi ルーターの機能がついてくんないかなって話なんですよ。うん。それすごくない?インターネット回線ね。はい、ここに SIM カードを入れて、まあ、ここにまあ Wi-Fi ルーターの機能があって、まあインターネットができるということです。だってさ、インターネットができる環境、何が必要かって言ったら、やっぱりこれ自分の身近にないとダメじゃん。自分の身近にあればいいわけで、そこでですね、まあパソコンを触るなり、タブレット触るなり、スマホ触るなりしてね。うん、自分から電波が出てればいいわけですよ。その時にね、わざわざさ、こうやってこの、なんていうの、こういう、ほらほらほら、こういうね、Wi-Fi ルーターね、わざわざ持ってくるのめんどくさいじゃん。めんどくさいでしょ?バッテリーの持ちの心配をしなきゃいけないしね。はい。だけど、こうやってね、身につけてればさ、別に持っちゃう、もう自分のか、まあ、環境はもうこれでインターネットは完備ですよ。ね、公衆 Wi-Fi ルーターをね、探す必要もない。もうこれで完結。ね、そういうスマートウォッチが出てくんないかなとね、ちょっと密かに期待しております。はい。そんな感じかな。うん。てなわけで、今回はですね、スマートウォッチって何?普通の時計とどう違うの?メリット、デメリット。このあたりを動画にしてみました。うちのチャンネルではですね、こんな感じで、まあ、このガジェットにまつわる情報なんかをね、発信しておりますので、よろしければね、この機会にチャンネル登録していただきますと幸いです。ということで、シャトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。あと、ツイッターのフォローもよろしくね。